はい、始まりましたレビューしまっちのコーナー。今回ご紹介するのがこちら。僕がいつも焚き火でよく使っているファイアボックスっていう焚き火台ですね。これの展開の仕方とかサクッとレビューしていきますね。では行きましょう。入れ物が付属していて作りがかなりしっかりしているので長く使えると思います。こちらは焼肉用の網です。焚き火をした後すすで汚くなるので風呂敷を巻いています。こちらも焼肉用の網です。こちらが折りたたんだ状態です。コンパクトに薄くなるのでザックに収納しやすいです。まずは2本のスティックを外します。次にプレートを外します。そしたらパカーッと展開します。そこに網があるのでそれを下げます。灰の受け皿を下に取り付けたらセッティング完了です。可動式の風防が上についています。自分は薪を入れやすいようにいつも下げています。下の部分に2箇所穴が開いていて薪を入れることができます。この2本のスティックはいろんなことに使えます。上部に置いてクッカーのごとくにしたり、少し下げたところにして網を乗せたりなどができます。側面には穴がいっぱい開いているので用途に合わせて自分で工夫していきましょう。さて早速着火していきますね。自作の着火剤ワセリンコットンボールを使います。よくほぐしてファイアースターターで簡単に着火できます。こんな風に下から薪を入れることができます。今回は鶏肉の串焼きをしていきますね。まずは鶏肉を小さく切ります。串に刺していきます。早速焼いていきましょう。四方が囲まれているので少ない薪で効果力を出すことができます。真っ黒焦げになった鶏肉いただきます。やだ、うん、まあ焦げが香ばしくて味はいいですね。まあすごい美味しいわけじゃないですけど、まあまずまずですね。こちらのファイアーボックスなんですけど、一つだけ難点があってですね、重いんですよね。1キロなんですよ。1キロって登山だと結構重いんですよ。だから力をつけて
山の上でも持っていけるように体力つけないとダメですね。このファイアボックスの他にもブッシュボックスっていう、このファイアボックスに似た焚き火台があるんですけど、それは、半分くらいですね。 600g だったような気がします。でもそれ買って、楽するよりもこれを持っていくパワーをつけた方がなんか人間としてはなんか良くなっていくんじゃないかなって思います。まあ、ブッシュボックスも買おうと思ったんですよね。これをいくらなんでも重すぎだろうこれと思って、まあこれのその重さに合わせた体作りをすれば全然問題ないと思います。いや河原はいいですね、静かで、しかも風が心地いいんですよね、涼しい。でこのそよ風がこの焚き火にちょうどいいあの酸素を送ってくれるんですよ。さっき1本だとこうやって裏返した時に裏返らないっていう問題に気づいたんで2本でいきますね。よし、ぎっしり詰めました。これじゃあ最後にいただいて終わりにしようと思います。お、やっぱ2本にするといいですね。裏表ちゃんと焼けます。今日午前中はですね仏頂山登ってきて、で午後はそこから30メートルぐらいの、道の駅桂っていうところの河原に今来ています。ダブルヘッダーってやつですね。なんかすごく充実した一日になりました。この動画が良かったなと思ったらグッドボタンお願いします。いまいちだったなと思ったらバッドボタンお願いします。またコメント欄で感想やアドバイスをいただけると嬉しいです。ぜひこちらの動画もご覧ください。ではまた。